실도 今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは、今井麻美の SSG。 この番組はファミツー .com 初のウェブラジオとして毎週土曜日に更新しております。歌とゲームをテーマに私今井麻美がお送りするギュッと詰まった内容になっていますので、じっくりたっぷり楽しんでいってください。というわけで、第120回目でございます。というわけで皆様、7月のイベントラッシュお疲れ様でした。ありがとうございます。というわけでねえ、去年に引き続き私の暑い暑い夏が中盤に差し掛かろうとしているわけなんですけれども、いろんなイベントライブ等があって来てくださった方もいるみたいで、こちらのメール紹介したいと思います。ハンドルネームごはんたきまるさんです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。福岡のライブ参加しました。ありがとうございます。アイマスのライブですね、こちらは。眠り姫を歌い上げた後の満面の笑みで客席に挨拶するミンゴスや、メガネのみんなの可愛いダンスなど印象的なシーンがたくさんで、本当にあっという間の2時間半でした。ライブ後のツイッターでミンゴスが福岡の空気が最高だったという書き込みを見て、福岡に住む者としてとても嬉しく思いました、というふうにいただきました。ありがとうございます。そうなんです、福岡のライブ会場の近くが海のそばだったということもあって、結構ライブ中もちょこちょこね、あのライブ会場を抜け出してはこう外の空気をふわーって吸いに行ったりとか、あと朝早く起きてしまったので、私ほらいつも6時55分に必ず起きるでしょ。でもその日は早く寝てしまったので、5時過ぎぐらいにはもう目が覚めてしまっていたのね。で、朝食とかも結構ギリギリまで我慢したりとかして、ちょっとお散歩行ったりとかして、こうね、福岡の朝を満喫したんですけれども、本当にね、空気が美味しくって、もうずーっと深呼吸してスーハー、スーハーやってて、周りにいっぱいランナーの方が走ってらっしゃったんだけれども、きっとあの子どうしたんだろうなって思われるぐらい空気をずーっと吸い込んでたような気がします。なんかね、あのツイッターでも書いたんですけれども、私もやっぱり西日本出身というか、あのちょっと近くのね、山口出身ということもあって、なんか海の雰囲気だったりとか、山の感じとか、人の空気感だったりとか、まあ道路の感じは福岡はすごく都会なのでちょっと違ったりもするんですけれども、なんかやっぱね、同じ匂いがするんですよね。なので嬉しくって嬉しくって、ずーっとねホテルのそばを散歩したりとか、うろうろしたりとか、あと橋の下でね、こう木陰になってるところがあったから、そこでね、なんかハッと気がついたら歌を歌ったりとかしてね、とっても楽しいライブ前の朝を過ごしました。でしかもですね、まだ私大阪公演を経験する前の時間軸なんですけれども、過去いろいろ東京、札幌、福岡といろいろこうライブツアー回ってきたんですが、特にね、眠り姫がね、福岡のライブの時が一番自分でもすごくトランスできたような気がして、とってもあの集中して歌に入り込んでいたような気がします。やっぱり歌って回数を重ねるごとに自分の中の血となり肉となりという風になっていくのかな、なんていう風にね感じたりもしましたね。とっても難しい曲なのでね、毎回歌う前にはドキドキはしているんですけれども、どんな風にこう曲を仕上げようかっていうのをね、とてもドキドキしながら思ってたんですが、武漢さんとかにねアドバイスいただいて、今井さんの眠り姫はその前に歌ってる原由美さんが歌っている曲からの流れがとても綺麗だから、その空気を感じ取ればいいと思うよ、なんてアドバイスをいただいて、ああなるほどなって、こう自然にそういう風に感じてはいたんですけれども、あえて口に出してみると、ああなるほどと思って、うまく空気に乗っかるってこういうことなのかなっていうのを福岡でとってもあの感じ取れたような気がしました。なのでね、大阪もそういう風な空気が出せるように頑張りたいななんて思っております。ありがとうございます。他にもですね、こんなメール来てますね。ピンクのワニさんからいただきました。ありがとうございます。こちらの方も福岡のアイマスライブ来てくださったんですが、いろいろ楽しかったんですが、今回一番びっくりしたのは山口国体のお仕事の発表でしたよね、ということで、こちらのピンクのワニさんもあの山口出身、実家が山口ということで、とってもテンションが
上がっていらっしゃったようで、私もなんですよね。今回この山口国体のお仕事っていうのが、まあ、リアルナムコプロ企画の中でいただいたお仕事だったんですけれども、あの本当にあのふるさとの役に立てるっていうお仕事ができるとは自分でも思っていなかったので本当に嬉しくって、ただまだ実感ないんですけどね。しかもあの国体 の一般販売のチケットがすでにあのソールドアウトしてしまっているということなので、すごいですよね。なんかもう何年も前からずっと準備していらっしゃったみたいなので、あの国体にいらっしゃる方、もしこの番組聞いていらっしゃる方でいらっしゃったら、私のナレーションがどうだったのかって感想なんかもね送ってほしいななんて思うんですけれども、親にもどんな仕事なの、行ってみたい聞いてみたいって言われたんだけど、あチケットもうないんだよみたいなね感じだったので、またね山口でのお仕事ができたらいいななんて思ったりしました。しかもなんかすごく予言だったのかなって思ったのが、福岡 のイベント会場でプレゼントをたくさんいただいたんですけれども、その中に山口国体のタオルが入ってたんですよ。でえこれスタッフの方が入れてくださったのかなと思ったけど、いやスタッフの方はそんな知らなかっただろうし、私が山口国体の仕事してからここに来たってこと知らなかっただろうしなと思って、どなたかが入れてくださったのかしらなんて思いながら、まだねいただいた手紙を全部ね大阪公演が終わってから読もうかなと思ってて、ちょっとねまだバタバタしてるので、ひょっとしたらこう見ていたら僕が送ったんですよってお手紙もあるかもしれないんですけれどもね、どうもありがとうございました。すごいなんか予知夢的な感じとか思っちゃったりしましたね。すごいなぁ。はい、というわけで他にもですねメールたくさん来てるんですけれども、久々にちょっとギテオと紹介したいと思います。こちらハンドルネームギュールズさんからいただきました。ありがとう。ミンゴスこんにちは。こんにちは。私の夏の贅沢を教えるので、ミンゴスが最近体験した贅沢なことを教えてくださいというねメールなんですけれども、じゃあまずはギュールズさんの贅沢の話聞いてみましょう。私の夏の贅沢は桃の丸かじりです。夏の果物といえばスイカではなく桃と言い張るくらい私は桃が大好きなんです。しかし桃の単価って意外と高いのでなかなか買えないですよね。そんな桃を独り占めして丸かじりできるなんて私にとって最高の贅沢なんですよといただきました。ああ桃はね、私丸かじりはねしないんです。好きな食べ方があるので。桃をカットする方法みたいなのがあって、あの桃って中に大きく種が入ってるじゃないですか。だからまずこう種に沿ってスッスッと平行に切るわけですよ。そうすると丸のね切り口の大きいのが2つできるじゃないですか。私の中ではここがまあ普通のポジションなんですよ。でそこからまたこうブロック型に種の周りをこうカッカッと切っていくんですけれども、最終的に私が一番好きなところはどこかっていうと、あのヘタの部分の真四角に切れる部分、ここがめちゃくちゃ好きで、そこの部分を一番最初にサッと取るんですよ。でも親とかにしてみれば、子供にね一番美味しいところを食べさせてあげたいから、その丸に状に切れるところを食べさせてあげたいと思って、はい食べなさいってやるんだけれども、私はどうしてもその端っこの部分から食べようとするので、この子は変な子ねなんてずっと言われ続けてて、ただ母親はその時に余った種の周りをこうしゃぶるようにして食べてたんですよね。だからお母さんはいいのよこの端っこの部分ちょこちょこ食べるからって言ってたんですけれども、大人になってから気づいたんですけど、種の周りが一番甘いじゃないですか。だから結果的にお母さんが一番美味しいとこ食べてたんじゃんってね後から気づいたんですけれども、ねえ桃の美味しいですよね。なんか私はその一番上のとこ食べたりしますね。まあ夏の贅沢、そうだな、私の夏の贅沢って言ったらなんだろうな、やっぱりうなぎかな完全に踊らされてるんですけどね。よく言うじゃないですか、うなぎの旬じゃない時期にこううなぎ屋さんが儲からないからっていうので、スタミナつけるためにそういう風に牛の日ってやるといいよって言ったのが始まりだっていう風にね昔聞いたことがあるんですけど、もうね完全に踊らされてます。夏になるとめちゃめちゃうなぎが食べたくなって、正直な話ね、私20代の頃はなんて言うんでしょうね、うなぎ屋さんに入って、まあ、小畜梅的なものがあったりとかするじゃないですか、ランク的なものがね。だけど20代の時にこううなぎ屋さんに入ってもう頼めないわけですよ、一番上のいわゆる特上クラス的なもののうなぎって。だからどうしてもなんかね、こうたとえお財布に余裕があったとしても一番上のランクじゃなくて、まあ、頑張って1個下
でも多分通常だと真ん中ぐらいのものを選んでしまう傾向があって、20代の子はこれでも十分美味しいよとか、きっと丸々と太ったかちょっと太ってないかの差しかないってばよって思いながら自分に言い聞かせながら、いや一番高いうなぎなんて脂っこくって逆に美味しくないよなんて自分に言い聞かせて食べてたわけですよ、大好きなうなぎを。なんですが、まあ、あの30オーバーになって気づきましたね。高ければ高いほどうまい出せば出すほどうまいってね。なんか私がよく行くうなぎ屋さんは一番高いうなぎがね4000いくらなんですよね。でも今までだったら絶対2800円ぐらいのうなぎしか頼まなかったわけですよ。ここ2、3年はね、私も大人になったなって思いながら、ちょっとね、あの引け目を感じながら高いうなぎをスッと指さすっていうね。まあそのうなぎ屋さん行った後はしばらくはね、あのこらえるようにしてますけどもだって一食5000円とかかけちゃってね。しかもなんか焼肉とかみんなでワイワイ食べるところで5000円とか、ね、飲み会で5000円とかっていうんだったら、ある意味娯楽の要素もあったりするから、まあ致し方ないかなって思ったりするんですけどね。えうな重とかだと一人で楽しむじゃないですか、基本的には。みんなそれぞれ頼んでこうシャッシャッシャッと、まあ私はねうなぎが2本こうピーっていましたらですね、必ずの左下から食べるようになんとなくしてるんですよね。あと最近山椒かけるようになりました。大人になった証拠だと思うんですけど、あの食わず嫌いでずっと山椒かけないで食べてたんですけど、山椒って美味しいですよね、知らなかったこうね、だから前は山椒かけずに食べてたんですけど、最近は山椒までかけて贅沢に贅沢にいただいてますけどね。ちょっと最近でもダイエット中だから、あの白米をあんまり食べないように、たくさん食べないようにしてるんで、あのほんと贅沢なんですけど、あの上のうなぎはきっちりいただいて、ちょっと下のご飯を残し目にするっていうね、ほんと今までの私だとありえないぐらい贅沢な食べ方をしてますよね。なので、あうなぎ食べたくなってきた、よだれ出てきちゃったねえ。というのも先ほど私実はすごい運動させていただいたので、もうお腹が空いちゃってしょうがないんですよね今ね。お腹が鳴っちゃうんじゃないかっていうぐらい。なぜ運動したかっていうのは皆さん動画の方をすでにご覧になっていただいてると思いますけれども、次のファミセンのコーナーでご紹介したいと思います。それでは次のコーナー行く前に CM です、どうぞ。皆さんこんにちは、バートリーベインのベインです。私たちのセカンドシングルラストジャッジメントが好評発売中です。兄弟曲のラストジャッジメントは XBOX360 用美少女対戦格闘ゲームファントムブレイカーのオープニングテーマで、とても力強い楽曲となっています。カップリング曲の迷いの森はバートリーベイン初のノンタイアップのオリジナル楽曲、とてもバートリーベインらしい曲となっています。皆さんたくさん聴いてくださいね。今井麻美6枚目のシングル遠雷が好評発売中です。この曲は XBOX360 用ゲームソフト Ever Seventeen のエンディングテーマで、とてもしっとりとした懐かしさを感じられる曲です。カップリングは PSP 白衣性恋愛症候群のオープニングテーマで、思いの羽アンジェリックホワイトとなっています。こちらはキラキラした感じの曲ですよ。皆さんぜひたくさん聴いてくださいね。ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを、真のゲーマーを目指す、いやダンサーを目指す今井麻美が実際にプレイして紹介するコーナーでございます。すごかったですね。いやでも動画見られたくない。絶対へっぴり腰だよ、やだよ、怖いよ。というわけで、前回の指令書に書いてあったおすすめゲームは、日本マイクロソフトさんから発売中の Xbox360 キネクト用ソフト、ダンスセントラルということで、踊っちゃいました。すごかったです。今も本当に熱くって、私いつも扇子を持ち歩いてるんですが、割と使わないんですよ、普段。持ってはいるんですけれどもね。ちなみにこれジョイさんからいただいたセンスなんですけど、ジョイマックスさんね。
すごい今大活躍でございます。あ、涼しいみたいな。そうなんです、本格的に踊れるキネクト用ソフトということで、どういうゲームかと言いますと、体の動きを読み取る Xbox360 のキネクトセンサーを使って遊ぶダンスゲームということで、まあ、あのガガ様、レディーガガといった海外の有名アーティストの楽曲を BGM に体全体を使ったダンスを楽しみますということで、私はですね、いわゆる練習モードというのがあったんですが、一切それに触れず行き当たりばったりでやってみるという、相変わらず SSG めちゃくちゃだなって自分でも思ったりもしました。後から聞いた話によると、一個一個のダンスのコツとかセンサーがどういう風に反応するかっていうのを一つずつ教えてくれるモードみたいなのもあったみたいなんですけれども、それもすっ飛ばしてやってしまったのでキャーでございますよ。もう見よう見まねとはこのことかみたいな感じでね、踊っていたんですが、ま、私みたいに行き当たりばったりでやりたい人も、初心者の方でどういう風にやったりかわからないって方も、そしてダンスのプロの方も遊べる本格派のゲームということで、私は一人で遊んだんですが、ま、二人で交互に遊んでみたりとか、カロリー計算なんかもできるモードとかもあったりとかして、本当に、マジで、汗かきまくりです。舐めてました。なんか申し訳ないって感じですね。私毎回キネクトのソフトを遊ばせていただくときに、なんか毎回言ってる気がするんですけど、想像以上に凄まじいですっていうね表現をしてるんですが、今回のダンスゲームもはっきり言ってダンスゲームじゃないですね、これダンスですなのに踊れないよみたいな。ただやっぱ知ってる曲と知らない曲だとリズムの取り方とかだいぶ違ってくるから、なんかやっぱこう次何が来るかなっていうのを逆に自分が想像しながらできたりとかするから、やっぱ曲を知ってる方が強いかななんて思ったりしましたね。洋楽に強い人なんかはね、とっても面白いと思うし、本当に知ってる曲がたくさんあるので、なんか興奮しちゃうんじゃないかななんて思ったりしました。で、なんかダンスの振り付けがなんと90以上あって、ダンスムーブって言われている、まあ、動きですよね。こういう動きがありますよっていうのが、650以上入ってるんですって。だから本当にいろんなダンスが踊れたりとか、あとダンスの途中にフリーダンスコーナーみたいなのがあって、フリースタイルみたいなところがあって、もう私そこに来ると本当に心臓がキュッポーってなって、どうしたらいいかわかんないとかなって、もう本当あそこのところはモザイクかけててほしいななんて思ったりもしてるぐらいなんですけれども、なんか踊れる方にはたまらないコーナーなんだろうななんて思ったりまして、結構いわゆる、こう、ダンスゲームって今までいろんなゲームがあったじゃないですか。でも本当に、マジでダンスの練習にもなると思うし、ダイエットに本当になると思います。私正味多分30分ぐらいプレイをしてたと思うんですけれども、30分の間に滝のような汗を本当にかいてて、もうエアコン強くしてもらいましたもんね。それでも汗がもう本当に吹き出てくるっていうことで、ちょっとこの夏私ダイエットモードに入っているので、このゲームはおすすめだなーなんて思ったりもしました。で、ダンスゲームを私がやっている間にですね、スタッフの方とかにも勧めてみたわけですよ。やってみませんかって言ったりとか、あとこの後来てくださるゲストの方にもちょっとおすすめしてみたところ、家でこっそりやりたいですってみんな言うみたいな、わかるみたいな、私もそれが良かったみたいな、なんなら全世界に私のへっぴり腰がさらされる、どうしようみたいなね、ほんと嫌だな、恥ずかしいななんてね思っておりますけれども、はい。まあ、この番組の中、キネクトを紹介したのが今回で2作品目ということなんですけれども、まあ、1作品目は私がお休みをいただいている時に、まあ、アイマスでもおなじみの原由美ちゃんが、ダンスエボリューションというゲームを使って、ユミ天才なんて自分で言ってましたけれども、ユミ完璧でしたよって言って、そうなんだって言って、映像見たら、完璧だねみたいな感じの映像だったんですが、今回の私には言えません。完璧ですとは言えません。ただ最後にガガ様の曲でちょっと踊ってよかったと思って、だってさ、この曲で踊ってくださいって言われた曲の最高点が16点ですよ。もう恥ずかしくって、今後なんかステージでダンスとか全く踊れなくなっちゃいますよ私
ね、なのでちょっと多少やってよかった、意地でもやってよかったなと思って、正直ね、あの動画のところで配信されてるかどうかわかんないんですけれども、基本、あのノーマルバージョンを、あの課題曲のノーマルバージョンを踊り終わった後に、まあこれで OK ですよって言われた時に、本来だったらば本日はダンスセントラルをご紹介いたしました、みんなも遊んでみてねって締め台詞を言わなきゃいけなかったんですが、完全に喉が渇いてヒューヒュー言っちゃって喋れなくて、そのまま朽ち果てるっていう、もうどうしようもない状態になったりとかしてましたけれども、そのぐらい結構ヒー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 言ってたので、ただそうなった状態でもあまりにも恥ずかしかったので、もうちょっと踊れる曲でやらせてやらせてという私の意地の最後の一手ではございました。なので本当これマジおすすめです。キネクト持ってない方も試しに買ってみるには絶対このソフトおすすめだと思います。私もね、家が広かったらな、踊りまくるのになって本気で思っちゃいましたね。まずはじゃあ、あの広い家に住むことを目標にねえ、したいと思います。実家とかだったらね、置けると思うんですけれどもね。いや、面白かったです。ぜひ皆さんも遊べる環境を整えて遊んでいただきたいななんて思ったりしました。本日は Xbox 360 Kinect 用ソフトダンスセントラルご紹介いたしました。はい、というわけでそれではそろそろ来週の指令書を開封したいと思います。よいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。じゃん。指令書、ビンゴスさん、こんにちは。こんにちは。ついに来週は、花の咲く場所の発売、迎えますね。もう来週なんですか？早ー！びっくり。なんか、1ヶ月後ぐらいかななんて勝手に思ってた。なんとなくなんですけど、勝手な私のイメージなんですけど、私の CD の発売って、20何日とかが多くないですか？なんとなくのイメージなんですけどね。だから月末のイメージがあって、8月末かなってなんとなく頭の中で思ってたような気がして、そっか、8月3日ですもんね。わあ、なんか急に緊張してきました。はい、というわけで、来週は花の咲く場所の発売ということで、これはめでたい、めでたいならば再びレッツパーリーです。え、というわけで次回はレッツパーリーの名台詞でおなじみの戦国バサラクロニクルヒーローズを取り上げます。きたなんか毎回この流れですね。レッツパーリー好きなんだろうね、ミオちゃんがね。以前取り上げた戦国バサラ3の経験を糧にさらにスタイリッシュなアクションを見せてくださいね。それでは頑張ってね。スタイリッシュ司令官ミオちゃんよりといただきました。いや、戦国バサラの3超面白かったですもんね。なんかあの爽快感半端ないみたいな感じで、それのまああのいわゆるまああのシリーズものの最新作ということで、クロニクルヒーローズ、ヒーローがたくさん出てくるのかしらね。ちょっと気になるところではありますが、こちら楽しみにしたいと思います。それでは頑張ってねといただきました。それでは来週のゲームは戦国バサラクロニクルヒーローズに大決定。いやー、ドキドキですね。あの最近は戦国風のガクト様もいることですしブームですよね、やっぱり。はい、じゃあ私も頑張ってバッタバッタと敵をなぎ倒したいと思っております。以上、ファミセンのコーナーでした。ミュージックパズル。はい、このコーナーは私今井あさみの新曲をリスナーの皆さんとゲーム感覚で作っていくコーナーではございますが、本日は来週発売を迎える7枚目のシングル花の咲く場所についてお話をしたいと思っておりますが、今回はスペシャルゲストをお招きいたしました。というわけで、花の咲く場所の作詞を担当してくださいました作詞家の森ゆり子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。ご無沙汰してます。はい、と言っても、はい、今その、そうですね、東京公演の時に、はい、お会いして、はい、キャーなんて言って、ね、嬉しかった。はい、はい、ありがとうございます。いつもお忙しいのにライブの時にもお越しいただいて、はい、もうぜひぜひいつも聞かせていただきたくて、いや、とっても嬉しいんですけれども、はい、毎回私もドキドキしてしまう。いえいえ、こちらこそでも感動してます、はい、ありがとうございます。というわけでね、今回私の念願かなって、はい、私のソロの曲で、はい、森ゆり子さんに作詞をしていただいたんですが、はい、本当ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。こちらこそ嬉しかったです。はい、
い、あの今回は実はこの花の咲く場所を依頼していたっていうのを、はい、プロデューサーの浜田さんが私に実は内緒にしてたんですよ。そうだったんですね。そうだったんですよ、基地で教えてくれなくってで森さんにお願いできそうだよっていう時に初めて伺った時が、はい、結構レコーディングのすぐ近く、そうだったんですか、だったので、なんかもうほんと、って言いながらレコーディングに向かうみたいなドキドキしちゃって、え、私と、初めてお仕事をさせていただいたのは、はい、アイマスの、はい、青い鳥ですね。青い鳥なんですよね、はい、結構ね、そういったメールもたくさんいただいておりまして、はい、皆さんからちょっとメールもご紹介させていただきたいなんて思ってるんですけれども、はい、ハンドルネーム金土さんからいただきました。ありがとうございます。アイマスの楽曲の中でも不朽の名作である青い鳥の誕生について、今回のゲストである森さんにお伺いしたいななんて思っております、うん、ということでいただきました、はい、歌詞の中で愛しているけれども今はあなたの元を去っていくという主題がとても印象的なんですけれども、うん、はい、この曲はどのようにして生まれたのですか、教えてくださいというメールをいただきました。どのように曲をやはりいただいて、はい、あのイメージを伺って、それはやっぱり青い鳥っていうサビが先に生まれて、あ、そうなんですね、はい、普段は、サビから作る、あんまりないんですけど、そうなんですね、はい、なんかまだお会いしてなかったのにやっぱりこれはマジックだなと思うんですけれども、うん、すごくあさみちゃんとお会いしたら、うん、あ、この曲はやっぱり生まれるべくして生まれたのかなって思いました。いやでも私も正直すごくなんかそういう風なのを感じてて、はい、もうでも青い鳥を作ったのってもうずいぶん前ですよね。何年前ですか、あれは6、7年前になりますか。もっと前だったかな、もっと前かな、ちょっとそうですね、6、7年は経ってるかなと思います、うん、そうです、はい、もっと経ってますね、はい、もっと経ってるかもしれません。確かに8年ぐらい経ってるかもしれない、そうかもしれないですね、はい、初めていただいた時はまだあのショートバージョンしか、はい、あ、そうそう、最初はそうでしたね。そうですね、私も、はい、いわゆるこう声優になってから、はい、歌のお仕事は 1、2曲ぐらいは歌ってはいたんですけど、いわゆるこう歌を重視したお仕事としてるのは初めてだったので、信じられない、いや、すごい歌唱力があるのにびっくりです。当時の私がもう本当にもう多分いっぱいいっぱいだったと思うんですが、はい、楽曲いただいて、もう本当聞いた瞬間に、うん、もう私本当に冗談抜きで、当時実家暮らしというか家族と一緒に住んでて、はいはい、母親とかにもう聞いた瞬間にもう好きすぎて、お母さん聞いて、この曲聞いてすごいのって言って聞いてもらって、私も母親も結構歌詞を重点的に聞く、タイプなので、はい、もうその歌詞を見ながら、うん、もう二人でなんかもうなんか胸にくるねなんて言いながら、もうなんかすごくこの歌詞好きだねなんて言いながら、ただその分プレッシャーもすごかったので、もう2週間ぐらい、はい、もう本当に自主練の日々でした。ちょっと難しいですもんね。難しかったですね。今でも難しいですもん。ちょっとテーマも重たいし、でもやっぱり悲しみと、やっぱりこの花の咲く場所もそうなんですけど、悲しみと希望、それが2つやっぱりすごくあさみちゃんに合ってて、でも悲しみっていうのはやっぱり人間みんなあるけど、それを超えていく強さっていうのをすごく表現してくださってるので、嬉しいですね。でも本当に花の咲く場所と、はい、今回コープスパーティーというゲームの主題歌ということで、はいはい、いわゆる依頼をさせていただいたと思うんですけれども、はい、作品の方のはどういう作品かっていうのは、はい、事前にお話は聞いていたんですか。浜田さんの方からそのゲームの資料をいただいて、うんうん、ちょっとホラーなゲームだったんで、うん、あんまり日常的な歌詞は合わないと思ったので、うん、また浜田さんの方からキーワードいくつか、うん、やっぱり悲しみとか希望とかそういういろいろなキーワードはいただいてたので、うん、それをあさみちゃんのイメージで、うん、はい、書かせていただきました。いや本当に歌詞と曲と、はい、自分の歌声っていうのが今まで人生で何曲かあるんですけど、はいはい、聞いた瞬間にガチッとハマる曲っていうのが実は何曲かあって、そのうちのもう本当にこの花の咲く場所っていうのが一曲で、うん、はい、もう聞いた瞬間にその世界がうわーって広がっていく感触を得たというか、はいはい、なんか本当にこの曲に希望が先に見えるというか、だからこそPV とかも撮らせていただいたんですけど、うん、すごい素敵でしたね。本当ですか、はい、ありがとうございます。見させていただきました。なんかこう練って練っていろんなものを練らなくても、うん、はい、自然とその世界が広がってくるっていうのがやっぱ
歌詞の力も偉大だなっていう風に感じたりもしました。曲もね本当素晴らしくて、うん、やっぱりさっきも申し上げたようにこうマジックみたいなのがその生まれてる感じがしました、うん、素敵な曲と、やっぱりあさみちゃんがいなくては絶対ダメなんですけどもうその歌唱力と、うん、あとそれから個性があって、うん、その表現力が素晴らしいので、うん、本当にこれを機になんか聞いちゃおうかな、うん、私の個性って何ですかね。なんか私的にはすごくスケール感があって、うん、ですごく表現力があって、なんか心にジーンとくる、うん、グッとくるなんか持ってるんですよね。何か引っ張って、うん、持っていかれてしまうっていうか、うん、持ってかれちゃう、うん、あの多分ファンの方も持ってかれちゃってるんだと思うんですけど私もなんかいつもライブ見せていただくと持ってかれちゃうんですよね、うん、その持ってかれるのがマジックだと思うんですけど、うん、でもやっぱりその曲と詞と、うん、それから歌い手さん、うん、そのマッチングが合うとすごくこうマジックが生まれると思って、うん、もう本当に作詞家なんて本当詞しか書けないし、本当に歌い手さんの力とあと素敵な曲に恵まれるとそういうマジックに出会うので本当に私も幸せでした。いや私も本当に嬉しくて、はい、どれだけあの自慢したかって話なんですけどうち の, あの家族とかにも、はい、あの 今度森さんに書いてもらえるんだよとかとんでもない風になんかまた自慢とかしちゃったんですけれども、はい、あのやっぱ本当にたくさんの作品を森さん手掛けらってらっしゃるじゃないですか、はい、もう本当長いのでいや作詞をされてからどのくらいですか。もう二十数年ですね、作家になってから。そうですよね、はい、だってでも私が本当に小さい頃に聞いてた曲とかドラゴンボールですよね。ですよね、はい、もうどれだけ歌ってたかって話ですよね、はい、ありがとうございます。あとあの中森明菜のタトゥーも私、はいはい、めちゃめちゃ好きで ありがとうございます。ちっちゃい頃本当すごい歌ってたんですよね。なんか不思議な縁だなって思ったのが、はい、あのその実はあのご縁が最初にできたアイドルマスターの千早っていうのも、モデルが実は中森明菜だったっていうのもあったじゃないですか、はい、だからなんかあなんかそういう不思議な縁でこうつながれてるのかなと思って、私が声優になるきっかけになったのも実はちょっとドラゴンボールも微妙に噛んでて、そうだったんです。全然あの関係ないといえば関係ないんですけど、はい、声優 あのとある賞をいただいた時の審査員をされてた方が、はい、実はドラゴンボールの声をされている悟空の声をされている野沢さん、野沢さんが、あの審査員をされてて、そうだったんですか。野沢さんが私を選んでくださって賞をいただいて実は事務所に入ることができたと。だったんですか。経緯があったので、なんか不思議な微妙な縁かもしれないけど、うん、ちょっとずつつながってるのかな、そうですね、なんて本当に偶然じゃないですよね。ですよね、はい、なんかそんなたくさんの曲を作って、はい、歌詞を書いてらっしゃる森さんなんですけど、はい、なんかこんなメールも来てるんですけど、はい、ハンドルネーム木田太郎さんからいただきました、うん、ありがとうございます、森さんに質問です、はい、煮詰まってどうしても詞を書けないという時もあるのかななんて想像しますが、はい、そういう時ってどうやって乗り切ったりしますか、教えてくださいと。お風呂に入ることが多いですね。お風呂に入ってリフレッシュして、あのお風呂ってなんか多分リラックスするからだと思うんですけど、うん、まあ、仕事が家なので、うん、もういつでもお風呂に入れるわけですよ。朝でも夜でも昼でも、うん、だからちょっとお風呂に入って、うん、割とこうなんかこう他のことを考えてるとパッと浮かんだりとかするので、うん、それなんとか乗り切って今日までやっております。はい、いやなんか私正直な話、はい、あの実は本当 1,2 年ぐらい前まで、お風呂が割とあんま好きじゃなくて。あ、そうだったんですか。そうなんですよ、すっごい早風呂で、でも最近ちょっと浸かるようになったりとか、あと前にライブの時とかにちょっとお話をした時に、お風呂に入るといいよって森さんがおっしゃってるのを聞いてから実は私毎日お風呂に入るようにしたんです、そうなんですか。しっかり浸かるように、うん、ずっとそれまでしっかり浸かんだ方がいいですよ、ね、シャワーしか浴びなかったりとかして、もう本当にカラスの行水じゃないんですけど、サクッとシャワーだけっていうことが多かったんですけど、あれ以来実は毎日お風呂にちゃんと浸かるようなそしたらあのアロマ入れたり、あのちょっとキャンドル立てたり、ちょっと危ないから気をつけてたけど、でもねお風呂は水があるから、そういう風にするとすごくリフレッシュできるからいいかもしれないですよね。いいですよね、なんかそういう自分のリフレッシュ方法っていうのが、はい、まだ私自分であんまり確立できてなくて、なんか探していかなきゃなと思ってるんですけど、
自分もまだ拙いんですけど時々作詞とかも、いやいや、はい、そうですよね、はい、素晴らしいと思います。いやいや、させていただいたりとか時々するんですけど、はい、私はもう本当にダメな子なんで、いやいやいや、本当ギリギリまでやらないんですよ。あ、でも分かりますよ。え、本当ですか。森さんはなんとなく、あの、ツイッターとか拝見してても、はい、なんか毎日のように締め切りがあるイメージが。なんか目の前のこととにかく先に考えて、うん、次のことはもうその終わってからっていう風にしていかないと、あと何曲とか思うともうすごく苦しくなっちゃうので、今やってるものに集中ですね。え、例えばその月にどのくらい作詞ってされてらっしゃるんですか。どのくらいやってるんだろう。多い時だとどのくらいですか。多い時だとでも、うん、絶対に10曲くらいは書いてると思うんですけど。すごすぎる。いやいや、わかんないんです。10曲ぐらいかな。もうちょっと書いてる時もあるし、うん、直しとかもありますしね。あ、まあそうですよね、はい、今回の花の咲く場所もちょこちょこっとこう、ね、はい、最初にあの第一稿が上がってきてからも少し直していただいたりとかして、はい、ね、直された部分とかを見るとなんか、あ、なんか すごい確かにこっちの方がすごいとか思ったりとかして、あ、なんかこうずっと一回でこう、うん、なんだろうな、こう練り上げてる感じがすごく感じられて、あ、素敵だな、すごいな。いや、あの、あさみちゃんだとすごくこう洗礼とか、うん、祈りとか光とか、うん、あんまり普段の、 あのいわゆる普通の J-POP では、うん、あの使われないような、うん、そういうフレーズもすごい歌いこなしてくださるので、うん、こうやっぱり歌う女優さんというかすごく表現力があるから、うん、書いてる方としてもすごく幸せですよね。そうです、はい、うわ、どうしよう、ちょっと今日のあの放送、私ちょっとあの自分でこう、あの、後でテープに起こしてくださいみたいな、本当に本当のことなので、はい、嬉しいですね。でも本当たくさん作詞とかされてると思うんですけども、はい、なんか自分でこのリフレッシュとかはそのお風呂に入ってっていう話だったと思うんですけれども、はい、やっぱたくさんたくさんいろんな作品されてて、はい、こうなんだろうな、自分のそのなんだろう、ソースっていうのはどこで得たりとかしてるんですか、はい、どこで得てるんでしょうね。まあなんか、うん、自分ではわからないんですけど、うん、まあちょっとお茶を飲みに行って昔のユーミンさんがやってるのに人の話を聞いてるっていうのは、まあ、私もやったことあるんですけど、あ、喫茶店で隣の人が話してるのとか、ちょっとそれは私もちょっと真似したことがあるんですけど、うんうん、あと割となんか年齢に関係なく若い子の雑誌も読んだり、うん、そういうことはしますね。あ、インスピレーションそこで、はい、やっぱり私の年齢の人が読まないような10代の子が読むような雑誌だったり、うん、そういうようなものも読んだりとかはします、うん、はい。なんか本当にこう自分も作詞とかしてる時とかに、はい、なんかこうだんだんこう描きたい世界とかっていうのが、はい、こうなんだろうな、自分の中でそんなにこう幅がないので、はい、なかなかこう曲頼りになってしまう部分ってすごくあるんですよね。だから自分は本当に曲線でしか歌詞が全く書けない人で、はい、視線で一度も書いたことがないんですけど、はい、森さんはどういうスタイルですか。視線もやります。あ、すごい。ドラゴンボールの幕府氏が視線だったんです、うんうん、そうですか。はい、コンペだったんですけど、もちろん私も若い時だったので。コンペですか。あれ大コンペだったんです。うわー、はい、すごい。それで最初に、まあ、集めて歌詞を集めて、うん、でその後作曲家のコンペだったって伺ってます、うん、いや、なんか私さっき実は、はい、ちょっと森さんがまだいらっしゃる前に、はい、スタッフとかとちょっと雑談とかしてる時に、こうドラゴンボールの摩訶不思議とか、はい、私今でもソロでも歌えますよって言って歌ってみてよって言われて全部普通にフルで歌いましたもんね。そうなんですか。だから子供の頃にこうなんか歌ってた歌って、うん、絶対絶対忘れないんだなと思って。そうですよね。責任を感じます。だからやっぱり子供さんがね聞いたりもするので、うん、はい、なんか最近だと朝の子供番組とか作詞もされてらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、実は私こう普通にテレビを見てて、はい、ジュエルペット、あ、ジュエルペット、はい、ジュエルペットの、はい、たまたまテレビつけてて、こう普通に流れてて、曲が流れてきた時に、あ、すごいこの歌好きだなと思って、あ、この歌詞すごい好きだな、誰だろうと思ったら、あ、森さんだ。そうなんですか。ありがとうございます。すごい嬉しいです。みたいな。あ、やっぱり私森さんの歌詞好きなんだな。ありがとうございます。なんか最高に嬉しいです。と思ったりとかしちゃったりもするんですが、はい、このメールも来てて、はい、文蔵さんからいただきました、はい、ありがとうございます、ミンゴスゆりこさん、こんばんは。
ゆり子さんが今まで作詞を手掛けてこられた作品は本当に数多くあると思いますが、はい、何気ない日常でご自身が作詞された歌が流れていることもあると思います。はい。そんな時どんなこと感じますか？あ、すっごくやっぱり嬉しいですね。それとやっぱりやっぱり歌って耳から入ってくるので、うん、で私は割とこう歌詞から聞いちゃう方なので、うん、すごくやっぱり書くものに責任を感じます。でやっぱりみんながこう自然に聞いちゃうから影響を受けると思うんですよね、うん、子供さんからね、大人の人まで。だからやっぱりそこのメッセージ性っていうか花の咲く場所もそうなんですけど、うん、やっぱりそこに秘められたものが、うん、悲しみであっても希望があったり、まあ、今のこう世の中はねすごいいろいろ悲しいこととかあったけど、ですよね、その時でもこうなんか乗り越えていけるようにとか、やっぱりそういうことはちょっと責任は感じたりします。はい、実際にあったりしましたか？なんかこう自分の手掛けた作品だと思わずにハッとしてしまったこととかってありますか？でも自分の書いた作品だと分かりますね、うん、あ、やっぱりニクッとしちゃいますか？あ、そうだなんて思いますねなんかやっぱ本当に数多くされてらっしゃるから、はい、ずいぶん昔に作ったのが世の中に出るってこともありますよね、はい、あ、この曲ひょっとしてああみたいな、ありますね、そういうことも、うん、はい、なんかそれってやっぱり物作ってるとなんか本当も、うん、ものづくり冥利に尽きるみたいな、嬉しいですね、ありますよね。残るからすごくやっぱり大事に書かせていただきたいなと思います、うんうん、すごいですよね。でも本当に皆さんもぜひですね、森さんの作品本当に多分こうみんなが意識しないでたくさん歌ってきた曲が本当に多くあると思うので、ね、私も本当によくあるんですよね、本当に。ありがとうございます。あ、これ好きだなって、あ、また森さんだみたいな、なんかすごくそこでやっぱりきっと相性がいいのかななんて勝手に思わせていただいてます。でも私もそう思ってます、はい、実はとか言って、はい、なのでこれからもぜひ本当に、はい、お忙しいと思うんですが、はい、ぜひまた私の作品にぜひぜひ一緒に、あ、こちらこそ振っていただけたら、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、最後になりますが、はい、こちらのメール紹介します、はい、ハンドルネーム猫五郎さんからいただきました、うん、ミンゴス森さんこんばんは。森さんといえばツイッターに時々登場するルー君、かわいいですよねありがとうございます。ということでルー君や猫たちの可愛さについてお二人で語り合ってください。あー、もう猫が好きだから、本当に、ね、まあ、一度、うん、お会いしたい、お会いしたいと、ぜひぜひ今度、はい、そのうちお時間がねある時に、はい、もうでもずいぶん大きくなりましたよね。もう10ヶ月になりました。はい、なんか前の先代の猫ちゃんが、そうなんですよ、死んじゃったんですけど、ね、まあ年取ってね、うん、本当に一度ね、生前の間にお会いしたいってずっと言い続けてて、はい、残念ながら会えないままだったので、はい、ぜひね、ルークには会いたいなと、はい、ルーク君に会いたいんですけれども、はい、ぜひぜひ。どうですか、ルークの成長具合はどんな君子に育ってますか？うん、ね、うん、ちょっと最初は人見知りするんですけど、お姉さんが好きです。あ、綺麗なお姉さんが好きなの で、男の子なので、しかも本当にボーイなので、うん、まだ10ヶ月で、うんうん、きっとあさみちゃんのことはすごく好きだと思います。どうしよう、なんかこう、あ、女の子って認識してくれるかしらってビクビクしちゃいそう。綺麗なお姉さん好きですから、はい、でもなんかやっぱそういうのってあるんですね。うん、あるんじゃないかなと思いますね。なのでね、ちょっとね、本当に私も実はブログとかでも、はい、上がるのを楽しみにしているので、はい、あ、そうなんですね、ありがとうございます。たくさんぜひ、はい、私の癒しになっているので、いやいやこれからも、はい、ぜひ私の癒しをよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、森さんと一緒にミュージックパズルをお伝えいたしました。はい、以上、ミュージックパズルのコーナーでした。はい、ありがとうございました。今井あさみです。私のニューシングル、フレーム越しの恋が好評発売中です。フレーム越しの恋は、私も出演している OVA メガネな彼女のオープニングテーマで、とっても爽やかな楽曲となっています。カップリングの夢のまころばは、大人っぽい私の違った一面を見せる楽曲となっていますよ。そして今回のシングルにはボーナストラックとして、昨年末に行ったファーストライブよりシャングリラライブバージョンを収録。ぜひ聴いてくださいね。ウェブラジオ今井あさみのシンガーソングゲーマーボーナスステージシリーズ第3弾、今回はミンゴスと SSG スタッフ揃って沖縄ロケに行ってきたそうです。琉球音楽をテーマにした新曲に加え、ロケの模様を余さず収めた DVD を収録。初回生産分は撮り下ろし写真満載の32ページブックレット付きです。
今井あさみの SSG 沖縄ステージ好評発売中。ハイサイ沖縄。なんかちょっとあれですよね、私あのこう普段喋ってる時よりもちょっと私よそ行きモードとしてあ、いやいやそんなことない、全然すごいやっぱりさすがですよ。うん、もうなんかあの本当に森さんとは実際にはね、うん、こうライブとかみんなね、うん、なんかこうそういう機会がある時にお会いさせて、はい、ね、いただいてるって感じなんですけど、はい、ずっとねいずれこう森さんのうちに遊びに、あ、ぜひぜひ遊びにいらしてください、猫いるし。そうなんですよね。私も本当に猫飼いたくて今の家に引っ越したのに猫飼えない家だったんですよね。そうだったばっかです。私ペット飼いじゃないんだ。そうなんですよ。なんかあのペットが飼いたくて引っ越したにもかかわらず家に惚れちゃって、あ、気に入ったのね。そうなんですよね。愚かと思って、いやいや近いの物件。そう、それキネクトが遊べる部屋にしようみたいな、キネクトと猫がっていう条件でみたいな。もともと私が家探しをする条件があのトイレが広いっていう条件なんですよ。もうそれを必ず不動産屋さんに言うと、うん、なんかそういうこと言う人珍しいですよねって言われちゃうんですけど。なるほどね。次はじゃあ猫が飼えて、こうキネクトができるっていう条件ですね。うん、森さんもぜひあのキネクト一度体験して。誰も見てないとこでしかできないので。ちなみにダンスとかって、全然鈍いので運動神経が、私もアイマスとかやらせていただいてるんですけど、私実は本当は子供の頃からあのリズム感のなさが実はトラウマで、そんなことないでしょうけど、いやいやもう本当にだから必死なんですけど毎回。まさか人前でね踊る日が来るとは思ってなくて、全然問題なく踊ってますよ。いや本当ですか、森さん歌とかはどうですか。歌も、あんまり上手くないですね。そうなんですか。一郎じゃぜひ変えてください。いやいやいや、なんかあのみんなにタトゥー打たれって言われてし、もう本当に嫌なんですよね。難しいからって、あれ難しすぎますよね。そうですよね。言葉が詰まってるし、あれを10代の女の子がアイドルが歌うっていうのがもうありえない曲ですよ ね。あれはあのコンペだったんですか。それも、いやあれはね、私はコンペだと思ってて、で曲が来て、あれはいろいろねドラマがあって、後でお話しますね。マジですか、ちょっと私だけのちょっとだけニヤニヤみたいな話になっちゃう。後で話しますね。はい、というわけで本日はね、森さんをゲストにお迎えしてお届けしたんですけれども、いや本当に私ちょっと興奮気味でございます。いえいえこちらこそもありがとうございます。というわけでどうでしたラジオとか、あんまりこう出たりとかされてないというふうに全然出ないです。もう家に閉じこもってますので。引きこもりです。いやいや、でもね作詞家をされてらっしゃるということはそうなんだろうな、なんて、地味な生活。あ、でもいいな。私も実を言うと結構引きこもり体質なので。あ、そうなんですか。そうなんですよね。なんかあのもうちょっとあと10歳か20歳ぐらい年を取ったら、引きこもり生活になりたいなと思って。じゃあ、 あのぜひこれからも、あの茶飲み友達になっていただけると、よろしくお願いします。そして私の曲をまたぜひ。もちろんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでここでお知らせを皆さんにお伝えしたいと思います。チャリティーソング一緒の配信が始まっております。現在は携帯サイトののわんごさんと PC サイトのリスンジャパンさん、 iTunes ストアさん、音源さん、 Amazon さん、モーラさんで配信中です。ぜひこちらも一緒ダウンロードしてみてください。そして来週の8月3日に7枚目のシングル花の咲く場所が発売されます。プロミストランドやシャングリラバラードバージョンも収録された盛りだくさんの内容になっております。ミュージックビデオを収録した DVD 付きの限定版もあります。ぜひよろしくお願いいたします。森さんも私のミュージックビデオをご覧になっていただいたということなんですが。嬉しいです。本当ですか、大丈夫、私だって気づいていただけました。もちろんです。美しい。かくいう私が気づかないぐらいのちょっと変身を遂げてしまったので、ちょっとドキドキはしておりますが、ぜひ変身した後の私も楽しんでいただきたいと思っております。さらに8月31日には、セカンドライブを収録したブルーレイと DVD が発売されます。こちらと花の咲く場所を買っていただくと、未公開写真によるフォトブックが当たる連動特典にも応募できますよ。ぜひよろしくお願いいたします。そして8月24日にアートリーメインの新曲パンドラの夜が発売されます。こちらもご予約お願いいたします。そしてそしてそして SSG のボーナスステージシリーズ第3弾、今やさみの SSG 沖縄ステージが6月15日に発売されました。まだの人はぜひ買ってください。ということでお知らせいっぱいではございますけれども、ぜひ皆さんどうぞ全部よろしくお願いいたします。番組では
では皆さんからのメールを募集しております。ふつおたぎておたなどなど各コーナーでに送ってくださいね。宛先はファミツ .com の応募フォーム、またはホームページに書いてあるアドレスから。メールで応募する際は題名に書くコーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2011年8月6日土曜日となっております。というわけで本日はゲストに森井ゆり子さんをお迎えしてお届けいたしました。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今谷紗美と森ゆり子です。ありがとうございました。バイバーイ。